ははい皆さんこんこにちは村長です今日はソースネクストからちょっと新しいツールを購入しましたシステムメカニックっていうやつなんですけれどもコンピューターを効率よく起動させたりとかそういうことができるようなソフトウェアです一度これから初めてやってみます 今すぐ分析っていうのを押すといろいろねこうやって分析するんですよね。個問題が見つかりましたっていうことになってますね。えー、ここらをよくしていくとどん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 コンピューターのパフォーマンスが上がっていくんだと思うんですけれどもちょっと見てみます。イインンターネットジャンクファイルが ありますディープスキャンというのをちょっとやってみましょうはいそして、えー、これができましたのでここにチェックして を入れるのかなえー、これが状態ですよねそしてこの赤が今4つあるのでこの4つを改善したいなと思うんですよねこれチェック入れるのかなえー、問題 履歴 PC の状態なんかいろいろ分析できますね使い方がわからないですけどこれはこれですごいですよね システムステータス危険って出てますよこれねすごいですね、まあ、押してみようか今すぐアクティブかあわ分かった分かったこれあのまだアクティベートしてないからだ今ちょっと画面では見えてないんですけどメールとか入れますね えどうでしょうかねこれ今アクティベーションねやってみたんですこの影でねちょっと今映ってなかったと思うんですけれども「すべて修正」っていうボタンがありますよねこの「すべて修正」というのを押して自動で問題を解決してみます「はい」をクリックして問題を今すぐ修復しますかはい お、レジストリの問題も一発で解決できましたね、えー、これはとっても大事なことです、えー、素晴らしいですね一発で何もしないで修正ができました 閉じる再分析が始まってますねレジストリーの問題も解決してくれるんですねこれねはいシステムステータス良好になりましたえー、とってもいい感じですえー、まだ使い方がわからないですでも クイックでワンボタンでですね、修正ができたということです。これはすごいですね。ということで、何がどうかわからんまますごいということで、えー、今日は終わりたいと思います。皆さん、またね